100年電球とは、1901年から点灯しており、2021年の時点で最も寿命が長いとされる電球のことである。カリフォルニア州リバモアのイーストアベニュー4550番地にあり、リバモアプレザントン消防局が維持管理を行っている。この電球はギネスブックにも登録されたほか、リプリーズビリーブイットオアノットやゼネラルエレクトリックも その記録的な寿命の長さを認めている。100年電球はもともと30ワットから60ワットの電球だったが、今は非常に暗く、4W の常夜闘争灯相当の明るさしかない。この電球は手拭きのガラスに炭素のフィラメントというごく一般的な作りで、1890年代の後半にオハイオ州シェルビーのシェルビーエレクトリックカンパニーによって製造されたものである。 これとほぼ同じ製品は、未だ大量に存在しており、点灯しているものも見つかるはずだと考えられている。ジルファ・バーナル・ベックによれば、この電球は、彼女の父のデニス・バーナルが1901年に、消防局に送ったものだという。バーナルは、リバモア・パワーウォーター・カンパニーという会社を経営しており、その経営権を売却した時に、消防署へこの電球を寄付していた。 この逸話は当時の消防ボランティアの証言からも裏付けられている。調査によると、この電球は少なくとも4カ所で吊るされていることが分かっている。最初に設置されたのがエルストリートの馬車小屋で、その後にリバモアのダウンタウンにある消防、警察が使用するガレージに付け替えられた。消防局が統合整備されると、その合同庁舎として新たに建てられた市役所に、 また移設された。この電球の寿命が非常に長いことに気づき、1972年に初めて言及したのが新聞記者のマイク・ダンスタンであった。ダンスタンはリバモアに生まれてずっと住んでいる人に数週間かけて取材を行い、鳥・バレーヘラルド氏に世界最古の可能性を持つ電球という記事を書いた。ダンスタンはギネスブックやリプリーズ・ビリーブをあのと、 ゼネラルエレクトリックにも当たったが、一様に知られる限りでは、最も長く点灯している電球だということが、確認できた。この記事は、CBS のテレビ番組、オンザロードウィズ・チャールズ・クラルトの中で、チャールズ・クラルトが取り上げている。100年電球を使った、ペンダントライト1976年、消防局と電球は共に、第6消防署へと移転した。 電球を傷つけないように、電球を回して外さず、ソケットについたコードを切断した。一点作業の間には22分間だけ、電気の供給が途絶えた。特別製の箱に入れられ、消防車が最初から最後まで護送して移設が行われた。電球は、電気工事士の手によって、新しい消防署の予備発電設備の機械室に設置された。 ディプリーズビリーブをアノットによれば、多少作業が遅れても、それまで継続されてきた電球の点灯記録が台無しになることは考えにくいことではあった。この移転後から、100年電球のために、無停電電源装置が用意され、継続的に点灯した状態が維持されている。停電はこれまでにも短い期間ではあるが、発生していた。2001年には、 この電球の製造を100年祭が祝われ、地元ではバーベキューと音楽のイベントが催された。2013年5月20日の午後、電球を映しているウェブカメラを通じて、電球が切れていると応募式状態が世界中に中継された。翌朝には電気工事士が状況確認のために呼ばれたが、延長コードを使って電源装置をバイパスして電源を取れば点灯したことから、 電球が切れたわけではなく、電源装置に不具合があったことが分かった。明かりが復旧するまでに、およそ7時間ほどかかった。再点灯から数時間は、本来の輝きに、極めて近い明るさを見せたが、その後はまた鈍い光に戻っている。この電球のために100年電球委員会が発足し、管理が行われることになった。委員会は、 リバモア・プレザントン消防局とリバモア観光協会、ローレンス・リバモア国立研究所、サンディア国立研究所の協力のもと運営される。リバモア・プレザントン消防局は、この電球が残りの寿命を使い切るまでに施設を作り、そこで最後まで管理を行う計画を立てた。しかし、それが立ち消えになると、他にアイデアもなかったことから、リプリーズ・ビリーブ・オア・ノットが、 自前の博物館にスペースを提供するという提案をしている。なぜこの電球がここまで寿命が長いのかという疑問については消費電力が少ない、ほぼ常に点灯している、電力が途切れないよう献身的に管理されている、などがその答えとして考えられる。この電球は1972年のギネスブックに最も長持ちする明かりとして登録された。 その後16年間はギネスブックから漏れたことはなかったが、1988年から2006年版には掲載されていない。その後理由も明らかにされないまま2007年には記録が復活している。2010年の普通に主月作のドキュメンタリー、電球の陰謀では、計画的沈カ化を扱う中でこの100年電球に詳しく触れている。この電球については、 世界中の新聞や雑誌で記事が書かれ、様々なテレビ番組でも取り上げられている。消防署長によると数ヶ月おきにこの電球に関するニュース記事が出ており、その時は訪問者も増えて世間の関心も高まるが、しばらくするとまた忘れられてしまうという、ありがとうございます。